こんばんは、岡松のネオチャンネルでございます。この政治の権力闘争っていうのは恐ろしいね。やっぱりただ一人のね、指導者によってね、全国民をね、右から左へ動かしちゃうんだからね。あの中国のね、文化大革命、これをねちょっと、ある記事を読んでたらね、ずっとこう詳しく、まあ、書いてあってね、まあね、ある程度は分かってたんだけど、まあ相当やっぱりまあひどいという一言だね。その毛沢東のね、このなんていうのかな、まあなりふり構わずこう自分の、まあ、考えをねこう、まあ、押し通すっていうのかな、貫くっていうのか、そのためにはね、多くの人が亡くなっても、まあ、仕方ないっていうね、まあ人道的に考えるととっても理解はできないよね。だからこのね、やっぱりまあね、ロシアとウクライナのね戦争もそうだし、それからねパレスチナの問題もあるし、まあね、この毛沢東がね、自分がやったねこう政治、まあ、政治のやり方、これは相当ね強力に推し進めていったんだけど、その結果非常にねこう貧しい方がたくさん出てきちゃってね、それでもう国力もねだんだん落ちてきて、それでやっぱりね多くの国民から、まあ幹部かな、まあ批判が出てね、で毛沢東もねやっぱりある程度まあ認めざるを得ないっていうことになって、その後劉少奇っていう方がねこう指導的な立場に立ったんだけど、やっぱりこの毛沢東はね、ねちょっと後ろに追いやられたわけですけど、それでもね絶対また自分がね復帰するんだっていう、それでねこのなんていうの、劉少奇がね、やってるそのある程度こう経済的なことをやっぱり復活させないと国が持たないっていうんで、でそれはねその共産主義とねとっても受け入れないっていうね、そういう一つのまあイチャモンっていうのかな、それでね仕掛けて、文化大革命を、ね、起こしたわけですけど、まあね北京大学とかね清華大学とか、まあね、その一流の大学の生徒を待ち込んでやったわけですよね。まあやっぱりなんていうんですかね、この、国をこのね導くっていうのは、まあなんか我々常識的なね、考えではまあなんか通用しないね、残念だけど。でもやっぱりねこういう例えばねこの、アフガニスタンのタリバンなんかもね、本当はねこう自分たちがこうね政治を仕切ってるわけじゃないんだけど、実質的にはねタリバンが仕切っちゃってるわけですよね。でもそのね、正しい政党じゃないということで、まあロシアも中国もねあんまりそのタリバンに対して、まあ、一定の距離を置いておいたんだけど、まあ、今回はねやっぱりいろんなその世界の情勢を見て、でもう一定の距離はねもう取っ払って、中国もねロシアもね、まあ、タリバンとこ握手しちゃってるわけですよね。だからこうやっぱり日本なんかもねこう外交ですよね、いわゆるその日本の国内の問題もね当然大変なんだけど、まあこの外国とのまあやり取りですよね、相当やっぱりタフな指導者じゃないと
ねえ、とってもとっても、太刀打ちできないよね。だから、この今ね、いろいろ、まあ自民党とね、まあ野党とのね、いろいろこう駆け引きが出てきてるけど、まあやっぱり相当、こうね、なんていうの、こうタフな、交渉力のある人じゃないと、いやー、本当にもう騙されちゃうよね。まあそんなことで、このね、文化大革命の、まあね、記事をちょっとこうね、読んで、いやー、こういうことなんだっていうね、自分の都合、毛沢東、自分のね、やっぱり都合によってね、自分の立場をね、守るためにね、何千人という人をやっぱり何千万っていう人をね、やっぱりね、殺しちゃってるわけだからね。まあとにかく、非常に今ね、こう、世界の情勢がね、不安定になってきてるから、やっぱり日本もね、本当にね、対外的にね、よっぽどこうタフな交渉力をね、持って臨まないと、いくら正しいとか何とも言われたっても通用しないからね。一方的にもうそういう権力でやってくるわけだから、まあそんなことで非常に、矛盾を感じながら、記事を読んだりいたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。